はい、世界中の皆さん元気ですか？りょうさんです。はい、ついにですね、これまで大谷翔平さんの、書いてきましたが、まあ、下書きと、聖書、そして色鉛筆でのカラーリングが終わったんで、今回ね、こちら、そうです、iPad です。はい、皆さん持ってますかね？これめちゃくちゃ便利なんですよね、iPad。僕もこの iPad を手にしてから、もうこの便利さ、楽しさ、ね、で、可能性の、こう、広さっていうのをもう、毎日ね、感じてます。ものすごいツールだと思います、iPad。この iPad でも、Procreateっていうね、ソフトがあります。iPad 専用のね、Procreateこれぜひ皆さんね、ダウンロードしてください。これ確かね、1200円ぐらいでもう買い切れてね、ずーっと使えるんで、ものすごいお得だと思います。もうぜひ おすすめです。で、こういった合わせてね、iPad の、ペンシル。これも一緒にね、使うと、ものすごく書きやすいので、超おすすめなんでね。今回これを使ってですね、カラーリングを、してきたと思います。で、こちらね、大谷翔平さんの線画をね、こちらに iPad で、書いておりまして、これにね、色をつけてきたと思います。でね、iPad、このProcreateですね、Procreateこれね、皆さんぜひ、りょうさん、使い方をね、第11回から、iPad の使い方と機能についてっていうところでね、11、12、13、14、15ってね、詳しく iPad の使い方を、お伝えしてます。こうレイヤーっていうのはね、こう層を重ねながらこうやると便利なんですけど、このレイヤーっていうのも最初複雑なんですけど、これについてもね、丁寧にね、教えてますんで、お伝えしますんでね、よかったらそちらもご覧いただければと思います。概要欄にね、貼ってますんで。はい。それでは、まあ、今回もね、丁寧にお伝えしながら、書いていきたいと思いますんで、さあ、早速やってみましょう。はい。で、はい。今回もね、こちらの、画像、同じ画像ですけどね、これを見ながら、書いていきたいと思います。まずですね、この、線画、これちょっとややこしいやつ消しときましょうか。あ、これね、最初はこういう下書きやったんです、皆さん。この下書き。これからね、上にこう重ねてね、線画を描きました。はい。で、その下書きのレイヤーの上に、この線画のね、レイヤーを載せてます。レイヤーの話が出てくるんで、よかったらね、わかんないよっていう人はね、ぜひ、第12回、レイヤー機能の使い方伝授ってところでね、お伝えしますんで、よかったらご覧ください。で、この今光ってる、青く光ってるところが、この線のレイヤーですね。これ一番上に置くんですね。これの下に、一つこう、紙を引く感じですね。レイヤー、紙ですね。層って言うんですけど、この一番上よりも一つ下に、色を塗るね、レイヤーをまず置いていきます。はい。それ今から作業していきますね。こう、プラスを押すと、この一番上の線画の下に、何も書いてないレイヤーがね、あります。ここにまずね、僕なりのね、りょうさんなりの書き方でね、まずは書いていきたいと思いますんでね。皆さんこれを参考にしていただければと思います。よくね、モデルの写真を見て、まあ、大谷翔平さんの色、どんな感じかなーっていうね、ここブーっとね、これカラーの、こう四角い中でね、まずこの上が、色のね、種類になってますんで、いろんな色あります。この中でも、まあ、ちょっと赤みがかってるんでね、で、この辺かなーっていうところを選んでます。見ましょう。はい。で、この色、もうちょっと肌色かな？こっちかな？はい。で、僕はね、インキングの、このシロップっていうのをね、まず使ってるんですね。もう手の内全部沸かしますね。はい。シロップ。これでまずね、こう、塗っていくんですよ。ここでね、筆の、この、なんていうんですか、サイズ？小さいと、これぐらい、あ、見えないですね。でも、もうちょっとこれ上に上げていくと、どんどん太くなっていくんで、こんな太いので塗れるんですね。はい。この太いので、最初はもう結構太いので、まずこう、周りをね、りょうさんはね、こう囲っていくんです。こう囲っていくんですよ。これなんで囲ってるかっていうのは後でわかりますよ。はい。囲うように。これがまたアナログでね、色鉛筆で塗る時の感じとは全く違いますよね。はい。まあ、デジタル、ならではのね、iPad ならではの塗り方やと思います。はい。皆さんもね、ゆっくり塗っていきましょうね、一緒にね。こう iPad で線が描いたら、それをこう、今度ね、一つ下のレイヤーをまず作って、はい、そこにこうやって塗っていきましょうね。塗っていきましょう。皆様こう解説しながらね、ゆっくり塗っていきたいと思います。こんな感じで。うん。
だいぶ濡れてきましたね。上の方はね、少々はみ出てもいいんですよ。あとで上から帽子塗っていくんでね。はい。こんな感じ。今全部囲いました。これがね、iPad の便利な機能。こうやってね、まずこの丸いとこ、触りながらね、ずらしていくんですよ。触りながらずらしていってね、この塗りたいところ、こうすると、ポンと一気にね、ドロップ機能っていうのがありまして、これで一気に塗れちゃうんですよね。どうですか？こう見事ですよね。ちょっと色が赤すぎるなと思ったらね、ちょっと黄色がかかって、まあ、黄色の方に少し寄せて、はい。そうすると色もね、もう少し黄色くなっていきます。はい。これでどんどん調節していきましょうね。うん。まあこんな感じかな。ちょっと焼けてるんでこんなもんかなとかね。この辺も調節していきます。こんなもん何回も何回も変えていくとどんどんどん慣れていくんでね。はい。で、まず一番下にね、この線、色を敷きました。はい。で、この上にね、プラスでレイヤーをね、今この腹に乗った上にポンと重ねるんですね。新しいのを。はい。でこれプラスで重ねれます。で、ここでね、トンとこのレイヤーをタッチすると、いろんな機能が出てくるんですよね。で、この中で、マスクをクリップ。これをすると、この一個下、ここにね、その矢印かかってるんですね、これね。で、ここに乗った範囲の上しか色が入らないようにできるんですよ。はい。これがね、要は、例えばこう影をこの塗っていくんですね。次、影。鼻の下とか顎の下とかね。こう影になる部分を塗っていくんですね。で、最初の色よりも少しこう右下にするとね、ちょっと色が濃くなります。はい。こんな色で、今度、エアブラシのね、こう、ソフトエアブラシ？ソフトエアブラシっていうのもお嬢さん使います。はい。で、今ね、マスクしてるんで、上から例えばグッとなぞりますよ。ビューっと。どうですか？そうするとね、白いところなぞってるはずなんですけど、白いところはね、色が入らずに、この、肌の上だけね、色が入りましたね。こんな感じ。はい。これで一気に、こう、はみ出さずに塗れるんですよ。これがマスク機能です。めちゃくちゃ便利ですよね。こうするだけでも一気にこう影ができましたよね。大きな影ができました。どうですか？めちゃくちゃ便利ですよね。で、もう、色を塗るとき、これ陰影ね。絵の完成度を高める陰影の基礎っていうところ、14番、15番。これ、りょうさんの動画です。14、15。これよかったら見てください。ここでね、陰影の付け方とかもね、詳しく、お伝えしてます。影なる部分は一気にこう影入れるといいんですよ。はい。いいですよ。こんな感じ。で、ちょっとここね、濡れてないとこありました。こういうの塗り残しがあるんで、この時はね、もし、もしゃないなと思ってもう一回戻って、この上でもう一回インクシロップでこうして塗っていきましょう。これでいいです。そしたらまたその上から塗れますんでね。こんな感じ。で、もう一回そのマスクのね、レイヤーに戻って、色も、こう、暗い影の部分の、影の色をもう一回拾って、はい。改めてね、エアブラシで、ちょっと筆の大きさを下げて、で、鼻の下とかね、ほっぺたのところ、で、この、ここ、涙袋。これはね、前回の、アナログ、色鉛筆で塗った、ところとほぼ一緒ですね。やっぱ影になる部分はね、一緒です。こうやって塗っていきます。これもモデルの写真をね、よく見ながら、はい。こんな感じです。で、顎の下、ここにもね、色鉛筆も色入れましたね。皆さん見てくださってますか？で、耳の中、この辺も影になります。だいたいもうこれだけでね、もうかなり陰影がついてますよね。で、ほっぺたもちょっと陰影ね、ぷくっとね、ほっぺたこう、ここからね、ぷくーっとこう、上がっていくんで、この下側やっぱ影になるんですよね。はい。こんな感じかなーってね。うん、はい、だいぶできてきました。こんな感じです。どうですか？もうこれだけでもかなり立体感出ますね。出ますよね。はい。で、ここからね、まあこれは人によるんですけど、りょうさんね、さらにこう暗い影を入れようと思うと、もう一遍上にねレイヤーを置いて、もう一回マスクをクリップします。はい、こんな感じですね。で、この上から今度はさっきの色よりもさらに暗い色、はい、これでもっともっと暗いところに色を入れていきます。この辺かなーって。それはね、顎のもっと下側とか暗くなりますよね。はい。あとは帽子のとこ、このね、大谷翔平さんのこう絵を、写真をよく見てください。やっぱ薄めで見るとね、陰影ってわかりやすいんで、薄めで見ると写真をね。そしてやっぱものすごいこう帽子のつばの下の部分がね、暗く、一番暗くなってますよね。はい。あとまあ顎の下かなーって。あとは、このほっぺたの下。
この辺かな。この辺ね。この辺ですかね。で、鼻の下。こんな感じ。あと耳の中もちょっと赤い、暗いかな。うん。これでもだいぶ、お顔のね、陰影はついてきたかなと思います。はい。で、今度ね、赤みを入れていきましょう。赤み。まあ、肌色、色鉛筆でね、塗った時と、順番も似てますよね。はい。次、赤み塗りましょう。もう一回マスクをクリップします。この、ここにかかってますね。ここの肌色の部分。一番最初に引いた、入れたね、色。この上にしか塗らないように、こう、マスクでかけてるんですよ。はみ出さずにね、塗れるんですね。はい。で、ほっぺた赤み。まあ、皆さん、どのぐらいの色がいいかな、大谷翔平さんのね、こう、写真よく見ながら、これぐらいかな、っていうのね。最初はこの色をね、拾うのも、こう、難しかったりもします。りょうさんもね、色、これかなと思ったら、ちょっと色がね、暗かったり、こう、どす暗くなっちゃったりするんですよ。その辺もね、もう皆さん、やればやるほど、感覚をね、つかめてきますんで、今もちょっと明るすぎるかなと思ったら、もうちょっとこう、暗くね、暗くというか、うん、もうちょっとこう、色を強めにしてみるか、こんな感じかなとかね。もう、どんどんみんな試してみましょう。試して、やってみるね。もう、チャレンジしてみる。もう、これが一番大事ですね。だいぶできてきました。はい。どうですか？かなりもういい感じでできてきましたね。はい。ふわーっと、これソフトウェアブラシ使ってます。で、耳のとこもね、耳、顎、鼻、ほっぺ。この辺がね、やっぱ赤くなってきます。人ってね。はい。で、だいぶできてきました。で、今度はね、どこ行こうかな。口行きましょうか。口。まあ、口、クリップ、マスクかけてもいいんですけど、まあまあ、どちらでもここは大丈夫です。どっちみちね、はみ出さないで塗れますんでね。唇も、ピンクすぎてもね、やっぱね、こう、やっぱ男性で、ね、なってるんで、あんまピンクだと口紅塗ってるみたいな感じで、こう、カマっぽく見えちゃうんで、ちょっと暗めの色。うん。赤は彼も少し暗めの色で、こう塗っていきましょう。こんな感じかなってね。どうですか？はい。で、今度下唇ね。下唇も塗っていきます。ここもね、はみ出さないように、丁寧にね、塗っていきましょう。どうでしょう？いい感じでできてきましたね。で、ここ、ちょっと白くなってますね。大谷翔平さんの写真よく見てくださいね。光が当たってます。なので、ちょっとこう、色を残して塗っていきましょう。で、今度、お口の中ですね。お口の中。この、歯じゃない部分ね。歯と歯のこの口角のこの間。ここが、よーく見ると、暗くなってるんでね。こう、口の中。ここが見えてるんですよね。だから真っ黒じゃなくて、ちょっと赤い、まあ赤茶っぽい感じ。でもほとんどもう影なって焦げ茶っぽい。そういった色をこう、さっと取ってね。丸いとこタッチして、その色を選んで、プンとタッチするだけでもその色が取れるんで、これがもう、ね、デジタルのめちゃめちゃ便利なところですよね。絵の具やったら一個これを、色を作らないといけなかったりもするんでね。はい。これでだいぶいい感じでできてきました。で、この口の中に一つレイヤーを作りましょう。はい。一個下下げて、プラスを押せば、ここにレイヤーが作れます。これで今度、りょうさんね、歯を塗っていこうと思います。歯です。歯。ドゥン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 とね。これも唇の塗ったレイヤーの下に入れてるんで、ね、上に唇のピンクがあるんで、その下に歯を塗るんで、たとえ唇の下塗っても白は見えづらいですね。こういうのもレイヤーのところで詳しくお伝えしますので、皆さんよかったらご覧ください。で、歯茎。歯茎もちょっと見える。この辺もね、ま、絵のタッチ、皆さん好みがあると思うんで、りょうさんね、やっぱり似てるっていうのを目指したいんでね、まあ、誰が見ても似てるって目指したいんで、やっぱある程度こう、歯茎が見えたら、控えめにね、あんまり描くと仰々しくなっちゃうんで、控えめに塗っていくと、やっぱより大谷翔平さんらしさが出るかなと思います。はい。ここまで来ました。ほんならね、今度、ハイライトね、ハイライト入れましょう、ハイライト。はい、ハイライト。で、この、ハイライトはどこに入れようかなというときに、まあ、赤くね、ほっぺの赤み入れました。この上にレイヤー一つ、プラスで作りましょう。でも真っ白でいいです。で、ハイライト、どこだ？鼻の上とかね。光が一番当たるとこ。まあ、高い部分、鼻の上、ほっぺのとこ。はい。で、あとは、まあ、眉毛の、この上とかね。ここが、
光が当たりやすくなってますんで、そこにハイライト入れましょうね。もう、あのね、点ぐらいですよ。ハイライトはちっちゃい点でいいです。はい。あと、まあ、唇の上もなんかもよくね、大谷翔平さんの写真を見ると、白いとこ見えます。あと、まあ、顎の部分ね。だいたい人ってここ、このあたりがね、光が当たります。あと、眉毛の上。はい。どうですか？かなりもう大谷翔平さんらしくなってきましたね。よいしょ。うん。いい感じ。こんな感じですね。こう出来上がってくるとやっぱ楽しいんですよね。色が入るともう生き生きね、命が吹き込まれる感じがします。はい。どうでしょう。で、今度眉毛ね。眉毛今まで描いた中の色の中でも一番上のレイヤー作りたいですね。うん。っていうのもまあ、一番ね、眉毛ってこう上に乗ってますよね。顔の上にポンと乗ってるんで。なので、一番上に。まあ、このあたりも順番はまあ好みなんですけどね。まあ描いていくとだんだん慣れてくるかなと思います。ある程度ここにね、自分がよく使う色をセッティングしておくと、まあ作業時間短縮できていいかなと思います。人によってね、やっぱり眉毛の濃さ、色って違うんで、よくそこは見ながら、はい、塗っていきましょう。こんな感じですかね、眉毛。大谷翔平さん、割とこう、濃い眉毛、凛々しい眉毛されてるかなと思います。真っ黒いかは、ちょっとやっぱ焦げ茶っぽい色を使ってあげた方が、自然かなと思います。もちろんね、もうすごい黒々しい人にはもう真っ黒に塗っちゃってもいいと思うんですけど、まあこれぐらいかな。焦げ茶で塗ってますね。まあそのあたりもね、もうりょうさんもいっぱい失敗してます。もう真っ黒に塗っちゃって、あ、これは失敗というか、まあチャレンジですよね。あ、ちょっと暗すぎるな、みたいなことで、なんかやっぱ真っ黒塗るとすごく暗く見えちゃうんで、ちょっとやっぱ焦げ茶でね、塗ってます。もうね、もう3万人ぐらい、ね、僕も書いてるかなと思います。たくさんの方ね、書かせていただいて、それだけたくさん出会いがあって、学びがあってね、もう似顔絵とかは何でもそうだと思うんですけどもね、とにかくもう、数をね、こなしていく。はい、もう経験が一番やっぱ大事なんで、皆さんね、どんどん数、経験値を増やしていきましょうね。はい、で毎回こう学んでいくと思います。どうですか？もうこれでお顔が完成です。はい、どうですか？ね、いい感じで。やっぱ表情がね、線画だけよりも色が入ると、はい、もう表情豊かに、命がね、吹き込まれますね。一つ上にレイヤーを作って、今度は、帽子、服ね、塗っていきましょう。これぐらいかな。色もね、こんなもんかなっていうのをね、調整しながら塗っていきます。こんな感じかな。まあ、また塗ってみてね、違うなと思ったら塗り直したらいいんでね。はい、これです。肌の上にねレイヤーを置いてるんで、さっきはみ出してもいいよって言ったのはこういうところですね。上から塗ってもちゃんと上に塗れるんですよね。はい。あとで髪の毛も塗っていきますんでね。よし。おお、いい感じですね。どんどんできてきましたね。こうして、はみれないように。ここはもうね、色鉛筆とか、絵の具とかね、アナログで塗っていくのと一緒ですね。はみれないように。先っぽが太すぎたら、はみ出やすくなっちゃうんで、こういう細かいところは、この筆の大きさで調整してね、やっていきましょう。はーい。ゆっくりでいいんでね、皆さんね。一緒に塗っていきましょう。ね、一緒に塗っていきましょう。またね、ぜひ皆さん、書いてほしいモデルさんとかね、ぜひコメントとかでくださいね。そしたら、りょうさんと一緒にぜひ皆さん、書いていきたいと思います。こんなモデルさん書いたら、りょうさん書いたらどうなるのかなとかね。なかなか私、これ書いてて似ないんですけど、これ書いてほしいですとかね。まあ、可能な限り、はい。可能な限り、こう、お答えできればと思いますんでね。どうですか？こんな感じで塗っていきます。一回ね、こう枠取ってしまったら、取った中はこうドロップすると、お、ミスト、こうかな、ドロップするとね、こうやって塗れるんで、はい、だいぶできてきました。今日もりょうさんたくさん絵を描きました。
はい、朝はね、ズームでこうミーティングをね、いろいろこうしながら、はい、打ち合わせをしながら、でお昼過ぎぐらいからもうずっと絵描いてましたね。今がだいたい時間で言うと、はい、5時13分なんですよね。で今度また5時前、6時前になったらこう息子たちをね、息子娘迎えに行かなあかんので、この時間をね、やっぱどうしてもこう発信したい、皆さんにこうよね、似顔絵描き方をお伝えしたいと。やっぱ似顔絵楽しんでね、描けるんだったら人に喜んでもらえるんでね、これがやっぱ一番有意義ですからね。ちょっと色黒すぎましたねってなったら、これが便利なんですよ。この辺でピッとこうまた色変えると明るくできるんでね、これがもう便利でね。まず塗っていきましょうね。服も塗っていきましょう。同じユニフォームなんでね、同じ色合いです。だから同じ色でも塗っていきましょう。ちょっとこうインナーねがもう少し明るいんで、まずこう外の部分、ユニフォームの部分を塗っていきます。もうこれじゃあ塗っちゃいましょう。でもね、後でまた上からボタンやりましょう。よいしょ。こんな感じです。じっくりじっくり気持ちを込めてね、塗っていくんですよ。こうしてこうしてね、ピピピピピッと、ナイキ、こういうところもやっぱしっかりね、お客さんのね、こういった着てる服のブランドメーカーなんかもやっぱちゃんとこう買い書くとね、やっぱ好きなこだわりのメーカーやったりするでね、ブランドね、こういうのをしっかり表現してると、あ、この時これ着てたなとかね、こう後で見たり、私これ好きなのよとかね、やっぱ絵をもらった人、飾る人がね、やっぱすごい楽しまれるんでね。で、こうしたらペッと一気に塗る。これがもう便利ですわ。もうこれはもうめちゃくちゃ便利ですわ。はい。ここね、しっかり皆さん最初ね、どこのレイヤーに描くかとかね、色がちゃんとこう、漏れなく塞がってるか。で、こうね、ビャーっと全体塗っちゃったりとかね。もうそんなもうどんどんやるだけで慣れてくるんで。はい。で、だいぶできてきましたよ。で、この1個下にプラスでまたレイヤーを作って、今度はね、このナイキとかね、このドジャースの D の部分。これ白と白に分かれてるんで、一回ここ、これ背景色なんですよ。背景色これ外すと、見えてないかな。これね、背景色。ここ。これをチェック外すと真っ黒になるんでね。そうすると、あ、そこにこう色が濡れてないな、みたいなのが分かりやすいんで。背景色もね、皆さん、こういう存在があるんで。はい。よし。で、ここ、インナーの部分は、ちょっとこう明るい。このユニフォームより、ちょっと明るい青なんですよね。その辺もうまく調整しながら。ん、あれ？あ、そうかそうか。肌の下にしようかな。肌色の下に、レイヤーを1個作ると、肌の下に塗れるんで、これあと便利。この辺もね、このレイヤーの重なり加減っていうのも、ずっとこう、意識しながら塗っていくことが大事です。まあ便利な分、こういうね、ちょっとした、まあ慣れるまでは煩わしさがあります。慣れたら全然煩わしくもなんともないんですけど、まあその辺はもう、どの皆さん慣れていきましょうね。はい、できてきました。そして、こんな感じ、今ね、こんな感じです。で、ちょっと背景また、色を入れます。で、帽子の部分ね、帽子のつばの裏側、帽子のつばのね、この裏側ってやっぱめちゃめちゃ影になるんで、ここをより暗くしましょう。最低限やっぱここね、これ帽子のところ、第9回帽子の描き方のところでよくお伝えしてますんで、ぜひね、その帽子はやっぱ陰影すごい大事なんでね、陰影。これスポイトをこうチョンするとこれ拾えます、色をね。で、これの帽子もこれなんですけど、もっと暗い色。で、エアブラシかな。帽子の下の部分にグッとこう入れていきます。帽子にマスクかけてるんではみ出さないですね。これでいいですね、これでいいです。で、ちょっと端っこの部分、影。奥行き、奥奪っていくと、やっぱ裏、奥の方が影になってくるんでね。この辺帽子の授業、ぜひ見てください。で、服の部分ね。こういったところ。脇の部分とか、やっぱこう影になるんですね。この隙間に入り込んでる部分とかね。光が当たらないんで影になったりしますんで、この辺り。いい感じです。で、ちょっとりょうさん気になるところありました。ここね、影、もっとね、帽子の、このつばの下の部分の肌の部分ってね、よく見たらもっともっと暗いんで、さらに暗い色入れると、より、自然に見えてきます。肌の色は、ここの真ん中の四角になるとスポイト機能があるんでね、ここ一回タッチしてから肌をこう塗ると、肌の色を吸えます。はい、これが今の肌の色で、さらに暗い色。これ思い切って入れてみましょう。
入れてみましょう。うん、やっぱこれぐらい暗い方がいいですよね。でこれね、2本指でちょんちょんすると戻ったりしますんでね、やり直しができるんで、その辺もめっちゃ便利です。こんな感じかなって。うん、いい感じ、いい感じ。でちょっとやっぱ顎の下も少しこう広く暗いのを入れるとより自然かなと思います。どうですか、いい感じですよね。こんな感じできてきました。で、髪の毛まだ濡れてなかったんで髪の毛塗っていきます。帽子のレイヤーよりは下にして、この辺かな、ここで、髪の毛結構黒黒しいですね。黒、うん、こんな感じかな。で、ソフトウェアブラシでいいかな。これもね、好きな色、ブラシ使ってくださいね。こんな感じです。もみあげもちゃんとねあるんで、こう入れていきます。はい、でこっちも髪の毛ね。帽子の下にレイヤー引いてるんで、帽子のところ塗っても見えないですよね。これがレイヤーの便利なところです。だからうまくレイヤーにね、レイヤーを扱えるようになるとものすごいこう便利です。その辺もね、何回もチャレンジしていきましょう。はい、どうですか、できましたね。大谷翔平さんです。こんな感じでやっぱ色入れると一気に雰囲気出ますよね。で、この前回の動画のね、色鉛筆でもお伝えしたみたいに、ちょっとこう首周りにね、色を入れてあげると、絵としてね、見る人の、こう視点をね、誘導できますんで、何でもいいですよ。まあ、緑やったら緑、何でもいいですね。黄色やったら黄色。何でもいいんですけど、例えばこう色ね。で、もっとぶっとい色、ソフトブラシのもっとふわっと広い。これでこう、例えばこうすると一気にこう塗れます。はい、どうでしょう、かなりいい感じでねできてきました。はい、色入れて完成です。大谷翔平さん、これは、iPad Pro Create 編ですね。はい、やっぱね、なかなか慣れるまで大変なんですけど、これも何回も何回もね、まあ、りょうさんと一緒に書きながら皆さん覚えていくとね、ものすごい便利ですからね。でこれで今度データとしてね、例えばこの背景をこう消して、で背景色も消すと、そうするともうこれがね、データとしてね、あの使えます。だからこのままね、例えばチラシ、まあ、チラシとか使ったらあかんですけどね、大谷翔平さんはね。でも例えばこれが友達の似顔絵を描いたとして、でそれをね、お友達にこうプレゼントする。でこうやって背景を透明化してね、あのピングデータでこう出力して送ったりすると、背景透明なままね、そのデータを皆さん、お客さんとかもね、お友達も使えるのでね、そのままこうインスタグラムのこうストーリーにポンとスタンプして使ったりとか、あとは、こう、チラシに入れたり、アイコンとして使ったり、何でもいろんなことね、できるんで、本当にもう、ぜひ、iPad、プロクレート使うって決めた方ね、こういった機能もマスターして、いろんな人ね、こう、こんなプレゼントするよとかね、例えば似顔絵の仕事するにしてもね、いろんな仕事幅が広がるんで、ぜひぜひおすすめなんでね、ぜひ一緒に皆さん、りょうさんと一緒に書いていきましょう。はい。ということで、今回は、iPad 編。カラーリング編はこれで終わります。皆さんお疲れ様でした。またごきげんよう。